ロベール・シューマンは、ルクセンブルクで生まれ、ドイツで育ち大学で学んだ後、フランス占領後に、フランスの政界に入り、やがてフランスの首相、外相になった、ドイツ系の政治家。独仏和解、ヨーロッパ和解を象徴する人物とされている。共和国民運動の党員で、欧州連合の父の一人とみなされている。ロベール・シューマンの父ジャンピエール・シューマンは、 ルクセンブルクとの国境に近いロレーヌ地方エブランジュに生まれたフランス市民であったが、ロレーヌ地方が1871年にドイツ帝国領になるとドイツの国民になった。ロベールの母、ウジェニー・デュランはベタンブール生まれのルクセンブルク人で1884年に結婚してドイツ国民になった。ロベール・シューマンは1886年に ルクセンブルク市のクローザンで生まれたが、血統主義により、民族的にはドイツ人となり、アルザスロレーヌがフランスに再び奪還されると1919 19年33歳の時にフランス国籍を取得した。母はルクセンブルク語を話したため、ロベールの第一言語はルクセンブルク語、ドイツ語であった。ルクセンブルク語は西ゲルマン語群に分類されるドイツ語のうち、 中部ドイツ語に属するモーゼル・フランケン語の方言である。フランス語は学校で習っただけなので、母語としてはルクセンブルク語、ドイツ語を話し、ドイツ語なまりのフランス語を話した。シューマンは中等教育をルクセンブルクのアテネド・リュクサンブール中等学校で受けたが、ルクセンブルクの中等学校の卒業証書はドイツでは役に立たないので、ロレーヌのメッツで アビトゥア資格を取得しなければならなかった。大学教育はドイツの教育制度で受けた。ボン大学、ミュンヘン大学、ベルリン大学とドイツの主要な大学で学び、そしてアルザスのストラスブール大学で学位を取得した。母親が交通事故で死亡すると、シューマンは一時宗教生活も考えたものの、俗界の信徒でいることにしたが、生涯を独身で過ごした。 弁護士になり、第一次世界大戦の際には、ドイツ陸軍に入隊するには、不適当と判断され、ドイツのカトリック会議及び、メッツ市議会の議員になった。第一次世界大戦が終結すると、アルザスロレーヌはフランス領となり、シューマンはその後、フランス政界で活動を始めることとなった。1919年、 後年戦争中を除いて1958年まで名を連ねることになるティオンビュの地方議会の議員に初めて選出された。フランス議会ではレックス・シューマンの議案通過に大いに貢献した。シューマンはドレーヌの製鉄業における戦後の汚職を調査し、根気よく事件を明らかにしていった。1939年から1940年にかけ、 継続的にドイツとフランスが相互の敵外心を乗り越えて和解するよう独仏和解、ヨーロッパの和解を友人や周りの人々に語り続けており、1940年に国会議員であったシューマンはペタンへの全権委任に賛成票を投じた。第三共和制が崩壊した後、ナチス当局に逮捕され、ナチス党大韓区指導者、 ヨーゼフ・ピュルケルの指定に設けた牢獄に移送されるが、1942年に脱獄する。戦後、財務大臣になり、1947年から1948年まで短期間閣僚評議会議長を務め、後年外務大臣になった。ルクセンブルクで生まれ、ドイツで学んだ、ドイツ語のあまりのフランス語を話すシューマンが、フランスの首相、外務大臣になったことは、 独仏和解を象徴するような出来事でもあった。1949年に訪米していたシューマンは、当時のアメリカ合衆国国務長官ディーン・アッチソンに、西ドイツの政治的転換を促す提言をするよう、言われる。1950年5月1日に、ジャンモネからシューマン宣言となる原文を渡される。シューマンは、1950年5月9日、 独仏感の緊張の主な原因を取り除くことを求め、ジャンモネから渡されていた原文にのっとり、ドイツに石炭と鉄鋼業を共同で運営することを要請した。この要請は欧州石炭鉄鋼共同体の基礎になり、やがて欧州連合に発展した。この要請は、シューマン宣言として知られ、この日5月9日はヨーロッパデーとなった。 シューマンは後に司法大臣と欧州の父の称号を授かる欧州議会の議長を務めた。1958年、アーヘン氏から現在のフランスとドイツを支配したカール大帝にちなんで欧州の思想と平和に貢献した人に授けるカール大帝賞を受賞した。ピウス十二世賞も受賞した。独身で謙虚で地味なシューマンは宗教的な生活に徹した人物で、 ピュース十二世、トマス・アクイナス、ジャック・マリタンの著作に強く影響された。2000年に公開されたアメリカの機密文書によると、シューマンはアメリカ長方部の資金でヨーロッパ統合を進めてきた経緯がある。2004年5月15日、間もなく劣服の元ととなる主教区の調査が完了すると発表され、このことによりシューマンは副社に劣勢られるであろうと発表された。 シーシャゼルの三貫端にあるシューマンの墓所ブリュッセルのシューマン区はシューマンにちなんで名付けられている。広場の周りはは、欧州議会同様に欧州委員会の本部のある建物などの様々な欧州機関がある。社会学大学はフランスのストラスブールにあり、シューマンにちなんで名付けられている。ルクセンブルクにあるのは、シューマンの生誕死体へは修復され、公開されている。 h t t p w w w f o f a r u e p d f d o c s 1 5 4ようクラウゼン p d f h a t a b d e p e t o a r a s i a e l a f a c e c a s e t ro part 出版2013年10月12日。ユーロ。フェドリリスツフィアナンストバイ。 us spy chiefs the telegraph 2000年9月19日 http <だ>スラッシュスラッシュ maps.google.com ス,スラッシュ maps f イコール q hl イコール en q イコールリュクサンブール i イコール utf 8 z イコール18 ll 18イコール49.616949 6.126418 spn イコール0.001561 零点零零五三八六アンド t イコール h アンド o m イコール一 h t t p コロンスラッシュスラッシュマップスドット google ドット com スラッシュ mapsf イコール q アンド hl イコール en アンド q イコールリュクサンブールアンド i イコール u t f 八アンド o m イコール一アンド z イコール十八アンド ll イコール四十九点六一五九三四六点一四二九一八 &spn イコール0.001561 0.005386&t イコール h e lec イコール ado ア a アありがとうございます